阪神梅野龍太郎、発熱で2日連続練習不参加、12日合流予定。阪神梅野龍太郎捕手32が発熱による体調不良のため11日の練習を取りやめた。梅野は前日10日に発熱を訴え、練習を早退、病院で検査を受け、新型コロナやインフルエンザは陰性と確認されたが、大事をとってこの日は休養に努めた。岡田監督も普通の風邪やったみたい、よかったわと説明。明日12日から合流する予定。11日の2軍合同紅白戦では坂本、栄がスタメン出場する予定だ。梅野の欠席、陰性でよかった、捕手足んなくなっちゃう。万全にしてや、梅ちゃん。インフルやコロナ陰性で一安心、熱が早く下がりますように。疲れが出たのかな。梅ちゃん、焦らずね。マジかい、確かに紅白戦のメンバーにおらんかったな。疲れが出たんかな、お大事に。梅ちゃん、焦らんと早いよ、治せよ、お大事に。梅の発熱かいな、お大事に。朝は寒そうやけど沖縄暖かいしで、寒暖差で体調崩しそうやし、みんな気をつけてほしいわな。梅ちゃん内心焦ってるやろな。よかった、改善。梅の風邪ひいたんや、お大事に。試合出たかったやろな、これから頑張り続けるためにも我慢してしっかり休んでね。骨や筋肉の怪我出ないなら問題なし。捕手の駒が足りないので紅白戦にブルペン捕手が出場とか普通にありえそうだわ。オメガ、今こそ鈴営現役復帰。発熱かどうかより怪我は全部感知したんか、感知したんか。この時期でよかったと思うべきだろうな。梅野もったいね、門別と組むの見たかったわ。梅野くん発熱か、栄田もしっかりアピールしろよ。昨日梅野キョラン買ったの風邪か、怪我じゃなくてよかったわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。